イスタンブール。ルールールールです。ルルルルルル。うわ、3カメ。ヌ。3カメだ今日。ヌ。ル。もう一個回す。3カメ。もう一個あるんですか。みんなすげえ。もう一個あるよ。ほんとだ。ルルルルル。ルル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 ル。わかんない今のは。え？あ、おそば。あ、そうだ。おそば言うよ。今46分なんで、多分、うん、あれですよね。じゃあ入れる瞬間言って。はい。行くよって言って。え？どういうことですか？入れる瞬間行くよって。あ、なるほど。入れるよって言って。はい。絶対言って。入れるよって入っちゃうよって。絶対言いますよ。うん。ちょっとパンチも回します、ね。回そう。ルルルハロー。あらあらあら、あ、すごい、ありがとうございます。うん、ちゃんとしたの買ってきたよ。これはちょっとちゃんとしなきゃやべえな。ルル姉さん、ル腰がある系がいいですか。腰がある系がいい。腰の強いのが好き。腰が強いの甘いのが好き。あー、すっごい、すごい、追ったってんじゃん、それ。追ったってます。そんなそばって追ったつもって。せーの、マッシュルーム。あー、入っちゃう、入っちゃう。すんごい入ってます今。いや、すごいね。何分？イエーイ。これが姉さん、あったかいのがいいですか？冷やすのもできます。あったかいのでよくない？イエーイ。そば湯は飲むけどな。あ、本当ですか？で、それの蕎麦湯はうめえと思うんだ。これこのままレジルに使います？あ、どっちもいいよ。あ、そっちに使おうか。どっちがいいですか？あれ、つゆ入ってた？うん、あ、よかったよかった。じゃあ、レジルも使っちゃおうよ。レジルのまんまワンにします。ぬるぬるするけど大丈夫？食べれる人？ヌルヌルしますけど大丈夫ですか？なんでお返ししますみたいになってんの？ぬるぬるして。私大丈夫だよ。あ、じゃあ蕎麦湯そのまま飲めるみたいな。あ、じゃあこれこのまま行きましょうか。うん、OK。 行っちゃう？そのまま行っちゃう？閉めないっすよ。いいよ、閉まりが弱いってことね。でもヌルヌルしてんのね。ヌルヌルしてます。行こう。あの死ねませんから。何言えてなかったよ。そば閉めないでこのまま行きますよ。閉まりなくていいよ。ねえ、ペローそば死ねませんから。そう、あれ、みなこなんだっけ、さっきなんだったっけ。ね、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ゆで汁。何で終わったっけ、何の言葉で終わったっけ。ハロー、 YouTube のエビバーで、ハロー、ツイキャスのエビバーで、こっちもハロー、ツイキャスのエビバーで。3台回ってみる。あ、でも結構ですけど大丈夫ですか。ね、ルーでしょ、ルー。あー、ルーかな。じゃあいいよ、ルビー。ビーですか。うん、ビー、ビーですよね。悪いことしようとしたでしょ、ビールとか言おうとしたでしょ今。いや、違います。違うの。もうちょっとあの可愛い方向でって思ったんですけど。うん、教えて教えて、なに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 。ウになっちゃうんで。う、うんになっちゃダメ。だってしりとりだもん。年末しりとりだからこれ。そうっすよね。うん。日本のこの辺来ます。悪も大丈夫ですか。あ、やばいやばいやばい。いろんなものがやばいやばい。です。悪も大丈夫。悪？いいよ。悪取ります？取らない。ね、あと何分ですか。あと2分。あ、やばいじゃないですか。今年の1年、本当にありがとうございます。目からなんか出た。セミアニス。そっか、びっくりした。違う、ガラスみたいのが出てきたの。痛かったの、ずっと。それアルミ怖いっすね。うん。今お酒入ってますか。お酒飲みたくない。あ、お飲み物。
お飲み物、ああ目になんか入ってるずっと。入ってない。はい、じゃあ、はい、B。B。うん。ちょっとだけしか飲まない。ちょっとじゃねえか。また半分になっちゃった。B。B。美食家。か。ガンガンだって。か。か。二階堂。そう、今ね、年末しりとりだよ。か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 。んになっちゃう。快感とか言えないでしょ。か。感度。感度は？感度。度。感度。度。度。どれいい？い？行く？く。あ、じゃあ違うのがいい？いや、ありだと思います。ありだと思います。なんだろうな。なんだろうな。めっちゃ美味しそうですよ。いい匂いするもん。はい。あ、本当ですか？うん。姉さん。買ってきた揚げ入れる？何？水分足らなかった？うん。あの、買ってきた揚げをどうします？のせちゃっか。いいですか、大丈夫かな。分かんない、あの桜エビとかだったら反応しないんだよ、私。でも乾燥エビだから多分大丈夫だと思うんだよな。はい、こんばんは、いらっしゃい。あー、いらっしゃい。あー、アニマル、私の方に来て、うん、あれですか、姉さん食べていいの。あー、で、揚げ玉も一応買ってきてあるから。はい、揚げ玉だけでもいい。とりあえずあのでかい桜エビ以上の大きさのエビの身が入ってるとやばいだけ。乾燥してって粉砕されてたらそんな大丈夫っぽいんだけど、まだ分かってない。背わたなんじゃないかって感じだから。あ、じゃあ一個私の方に入れてみるので。うん、オッケー。あ、でもなんかこのままですごい美味しそう。見たい見たい。ね、いつですか年越しは。分かんない。ね、やばいんですよね。めっちゃ美味しそう。あ、いいね。ね。うん。年越しブロッコリーじゃないよ。年越しそば食べるん今から。はい。無言で。無言なんだよね。無言でそばを二人で食うからよろしくな。暑い。うまそうじゃん。で、姉さんも大丈夫だったら。年越しそば。ドロドロだけ。うん？姉さんも大丈夫。おう。えい。うわ、変なとこに入ってしまった。ペロなんかもう定位置に。あ、逃げた。ペロ抱かれに来たんじゃないのか、お前は。ね、すみません、うちに電源ないんですよ。電源いらないよ。ほら。ええ。どうしよう、そば。年越しそばで、うん、揚げ物持ってきました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、何？年越しそば。うっそ。おお、まだ大丈夫だ。ダフんだ。暑い。大丈夫？あ、これ持ってきたの。あ、そうか。そうか。じゃあ、あ、年締めくくりますか？締めくくる？今年1年、うん、大変でした。コロナがあり。いやー、あれな、コロコロになり、コロコロになって、うん、もう大変ですよ。コロ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 、どんだけ太んだよみたいな。うーん、何もう大変な詐欺だ、つってんだ。からのキャラの、え、あ。いや、でもほんとね、いろんなことを考えさせられる年だったよね。あ、本当にそこです。全てが無理になる時もあるし、無理になる時もありますし、頑張ったものが
一瞬で崩れたりとか、築き上げたものも何にも意味がねえっていう年にもなったはずだ。みんな本当にそうだと思います。えああええええいやでもそこの中で自分何しようかなっていうのいろいろ出てきたと思うから、ちょうどいいんじゃねえかと思うしね。本当に本当にみんなこの自分は無力さに気づいたよね、うん、あ前からしてたけど、いやあのまあそうあがいても意味がないのは分かってたからあがかない、ありますよね。伸びるよね。でも伸びるそばって、あじゃあいただきましょう。ということで皆さん、はい、今年も本当にお世話になりありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとした年越しそば食べるんだし、あ桜エビじゃん。あだ大丈夫だこれ。大丈夫ですか。うん、しかもプンプンって上に乗っかってるから、みなこ姉さんがご準備していただけたお蕎麦。お、絶対うめえやつ。本当。うん。知らん。食え食え。いただきます。あ、待ってください。息はやめた方がいいと思う。熱いと思うから。あ、めっちゃ美味しい。本当？エビ怖いから食べない。わ、美味しい。よし。あーけー。ね、これ蕎麦多くないですの。うん、思いました。間違えちゃった。絶対食べれなくない。あ、ください。いいの取って。あ、姉さん。取って。で、私あれっす、あれ持ってきます。あれ。あれ、あ、あれな。あれ。あれな。いつものあれな。はい。それな。年越しまで、うん、もうちょっとっすよ。いいんすかそれで。いや。やばいっすよ。あと3分だよ。はい。なんかしてなんかして。よーし、一発ゲーします。お。何一発芸するの。これは山椒。これは黒七味。正解。どっちもいきます。はい、あと3分ですか。いや、あー本当ですね。あ、じゃあちょっと30秒だけ時間もらっていいですか。いいよ、よっしゃ。伸びる。はい、伸びる？はい。伸びてるよね、そろそろ。はい。で、トイレ行っちゃった。で、トイレ行ったぞ、あいつ。え、トイレ行っちゃった。おい。え、コインなくなりました。マジで？こちらもなんか、小向かいの、キャスの方、すいません。コインください。年が越せねえらしいよ。コインもらえたらすげえ今日はありがたいんだろうな。あ、ゆうありがとう。コインありがとうね。あ、コインもくれた、ありがとう。あざす。おお、こっちまでした。みんなあの YouTube の方もコメント読もうとするから頑張るし。ねえ、もうほんともう終わってますから。普通にトイレ行って帰ってきちゃった、あいつ。え、なんすか、大丈夫ですか。トイレ行ってきただけだよね。そうっす。って書いてきましただよね。だと思ってたんだよね。2年前はあのカウントダウンだぜって言った時に、うん、姉さんとペロを残して私はそのまま年越し一人でトイレで、姉さんとペロだけがお部屋ででしたね、うん、あったんだ、そんなこと。あ、やばいっすよ、もうすぐ。あ、もうちょっとだよ、もうちょっとだよ。よし、じゃあ年越しそば、年を越しながら食べようと思います。はい、いただきます。だけ黙ってくるんだっけこれ。あ、みひろコインありがとう。よし、いただきます。うん、どうですか。うまいね。蕎麦湯も全部入ってくる。はい、蕎麦湯も入ってるって伸びてるよ。高いな、うん、あのやっぱ私はお蕎麦屋さんはね、ちょっと、はい、麺多くないし。あ、あの、ください。取って取って、自分で。嘘嘘嘘、食べる分取って。わかんない、あ、やっと、みなこ、結構だよ、これ。なんか、あ、ごめんなさい。失礼します。どうぞどうぞ。でもこれで姉さん年明けます。明けるよ、明けるよ、ほら。いついつ。あーあああああね、年明けるよ、みんな。はい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 。あー、やばいやばい。もうちょっとかな。ほら見て、2 1 1 明けおめ、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 明けおめ。そば分け合いながら明けおめだったね。はい、いやー、いいっすね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。これが年を越すそばよ。そうだ、一口食べたからよかった。私まだ食べてない。意味が違うのかな。うん、
暑いっすね、暑いな、うん、蕎麦が多いんだよね、みなこ。うん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 ね、うんうんよ、来ましたおめでとうございます。うん、みんな泣けましたおめでとう、はい、まさかここ泣き雨と。いやー、泣き雨開けたか、開けちゃったね、やばいっすね。そうだよ、泣き雨だよ、やばいっすよ、姉さん。あ、リサ、はい、あー、おっとっとっと、本年もはいよろしくお願いいたします。やめてください、本当に。本年も昨年は大変お世話になりました。私も本年も本年もよろしくお願いいたします。食べようぜ。ペンてててて、てん、たらあれっしょ、流して、すげえ流してやつ、はい、スーパーでよく流れてるてっててて、みんな、はい、マジで明けおめ、あ、ね、明けましておめでとう、明けおめ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 、ありがとうございます。ありがとうね、みんな本当に今年もよろしくお願いいたします。うん、ほんの今年もよろしくお願いいたします。本当にもう私10年が切れます。うん、ソルレット、お茶バッグ、ご注ありがとう。わ、うん、い、これいつ入れるタイミングだったんだろう、遅いの、早いの、遅かったんだよね、このあれですよね、うん、揚げ、わかんないですね。まあ食べれるなら食べれればいいし。うん、うん、熱い、熱いね、これ年越しそばって、それ、あら、おかりな、お茶箱50ありがとう。あらあら、イエイエイ、うん、イエイ、揚げ、うん、揚げいきます、おろしみ投入、はい、うん、これ実は何入ってるの、一味なんですよ。あ、騙されそうになった。中身を変えました、おっ、うん、みんな本当に今年もよる、メリクリー、おー、メリクリー、イエーイ。姉さんが映ってなかった、うん、あ、イエーイ、メリクリ、メリクリです、メリー、うん、クリー、あ、姉さん、横に、メリークリトリス、いや、何それ、本当今日本当にみなこ止まんのかな、いやー、わかんないですよ、毎回毎回さ、こう止まるねって言ってさ、パジャマ買ってきたりとかするけどさ、はい、あ、そうですよ、姉さん、あのパジャマまだ元気ですか、うん、あれ普通に寝るときに着る、そう、もうないかも、え、やば、あとラー油とマーラーがあります、マーラー、ミルのやつです、マジで、はい、ピリピリしていいかも、そっか、今年に入ってしまったか、不思議ですね、うん、うん、おめでとう、おめでとう、うん、うん、これ煮るときに入れるもんだったのかな、まあちょっといい感じにパリパリで、今ちょうどふにゃふにゃふにゃしてる、ふにゃふにゃ、私パリパリ好きですね、ほんと、うん、おく、うん、みなこ姉さん、うん、一番好きなパリ、食感は何ですか、パサパサ、あ、じゃあやっぱ焼き芋冷凍庫に入れといた方が良かったですね。あ、食べちゃったんだよね、そうだね、あ、家に何もなくて来ねえかな、今から焼き芋、リサ走ればいいのに、聞こえてきた気がする、なんなら車の音全然聞こえないっすね、聞こえないね、はい、いやいいですよ、ね、これそば増えてくんだけど、なんで、うん、明けおめ、明けおめ、あ、やばい、スパチャ投げられてた、ありがとうございます、誰だ、あ、これナイスパー、50
ごめん、気づかなくて。私、多分年越しそば初めてです。お、マジで年越しながらそばを食べるの初めてですね。やったね。ナイトウィング、サンドル、イエーイ、ナイスパー、ありがとう、Thank you。ね、気づかなかった。うん、みんな家でちゃんと。みんなお家ですか？お家？うちもうちです。あ、うちだ。うちもうちです。これうちだ。ここリザンチだね。そうですね。ここうちですね。うん、だね。ペロちょっと、あ、ペロにまだ今年会ってませんね。会ってないね。どこ行った？後ろにいるでしょ、絶対。でもお蕎麦が伸びてしまうので、うん、へー、めっちゃ伸びてんだけど、増えた、蕎麦どんどん増える。なんか胃に良さそう。はい、そうですね、本当それです。うん、すげえ胃に良さそう。もう持つとプチって切れる。うん、ペロちゃん見ててね。大盛りになり始めてる今。うん、うん、そう、新年明けましておめでとうございます。あ、新年明けましておめでとうございます。うわー、あげおめちゃん早いっすね。そうだよ、早いの。あ、餅ありますよ。あんの？できます？大丈夫。あの、踊り変わるかもしれませんが、どっちの大丈夫ですかみたいな。いらん、食べれん、もう食べたくない今。そうですね、これも増える。そのデビューさせていただいてすぐに、うん、姉さんが大丈夫って言われて、うわ、どっちも大丈夫だろうってすげえ悩んだことあるんですけど、うん、大体大丈夫の時は大丈夫です、うん、そうなんだよ、マジで、うん。いいね、来年も優しくしてください。いつも優しくしてるのか謎だよね。出ましておめでとう、うん、さあみんな、美奈子にお年玉ちょうだい。あ、ほんの、リサと美奈子にお年玉ちょうだい。それそのお年玉でうちら酒買いに行くから、明日の朝。ありがとうございます。いただきます。あと何が足んないんだっけ、この家。今のところ、あ、卵が欲しいよね。卵欲しいよね。卵欲しいね。卵買いに行きたい。欲しいです。なんか何かが発生してますってさっきから。遅延だね。あ、なるほどなるほど。うん、まあ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 。リサ、これ減らないよね。うん。なんでだ。減らないですね。あ、あ、リサがちょっと取ってくれたから。ね、めっちゃそば太くなってきてる。でもめっちゃ胃に優しいですね。もうあったかくないですか？優しいよね。うん。あったかいなって感じ。だね。うん。うん。うん。器でかって思うでしょ。全然でかくなかったから、うん、器でかくないですね。でかく見えるでしょ、今一緒の位置にいるでしょ、ちっちゃいの。熱いから。リサのお家おしゃれだよ、なんかだるま置いてある。あ、あのだるま何なんですかね、本当。なんだっけあれ。京子姉さんのマスクつけてピロの病院行った帰りのタクシーでもらったんですよ。言ってたね。めっちゃ謎でした。いける、はい、どうしよう、いろんな人から連絡来てないはず。うん、うん、あんまり気にならないんです。おいしい。明けましておめでとう。今年も、今年の
抱負とかありますよね。うん、よっしゃ、今年の抱負タイムにしますか。いいよ、よっしゃ教えて。今年の抱負は、うん、うん、頑張るぞ。よし、美奈子は美奈子のキャラを崩さないよう、ちょうどよく頑張る。だって何があるか分かんないじゃん。本当に目標を立てました、はい、コロナに何がありましたみたいな、うん、コロナに負けないとか言ってもそんなん無理だから。そうなんですよ、うん、負けるか負けないかちょっと分かんないですよね。どうしたら、いや、ワクチンできたら別に負ける負けないようになくなって、インフルエンザと同じ感覚になるかもしれないけど、でしょ基本、うん、なんだけど、とりあえずは今自分ができることを自分で頑張る。認められようとも思わないし、自分ができることを自分の中でちゃんとやる、うん、だってもうボロボロだもん。去年で、去年って言っちゃった、ねえねえ姉さん、去年だよ。今年初の去年いただきました。おっほー、ごちそうさまです。おやい、うん、わーい。あ、見れてる方がいるかもしれないし、いないかもしれないですね。なんか私すごい、みんなも頑張りすぎちゃダメだよ、うん、今年は絶対にこうやってやるとか。あのね、いつ交通事故に遭うかわからないからねそれリサだけだな、だけだけの話じゃないからね。いや違います、本当にだって明日この仕事だと思ってても交通事故、明日は何もないと思う、命がないと思うよお前ら。いや、あのだから今楽しんで生きることしかできないんだ。そうそれずっと昔から言ってる、ずっと実行してることね。だから小迎えは前もそうだけど、今年もこれから先ずっと生きてる限り人生を楽しむことに一生懸命になります。それが一番です。うん、まあ悲しいこともあるだろうさ、なんとかのこともあるだろうさ。何でしたっけ。だけど僕らは泣くのは嫌だ。あ、わかった。あ、にゃーん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 、ひょっこりひょうたんじー。それです。イエス今の私ハーローパントです、ね、やめろすげえ謎だったもんなんでそこ惜しかったですね。惜しかった。ごちそうさまでした。年越しそば無事に、え、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。あの乾杯まだしてませんね姉さんね。お腹いっぱい。いや、美味しかったっすね。よし、明けまして、はい、おめでとうございます。今年もこれもよろしくお願いいたしま す。ありがとうございます。みんなも明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。ハッピーニューイヤー乾杯乾杯むせる、乾杯キャンペーン、うわーい、苦しい姉さんね、あれ、うん、なんだろう、スープと分かりゃよかったあったかいそばって伸びるから無理。そうですね、うん、本当に一回締めればよかったね、やっぱり。ででん、ででん、これスープ、あ、飲もう。あ、うん、やめた方がいいですよ。え？お腹いっぱいになります。寝たい前かなっての知ってた。今日年越しうどんも来るし年越しウニ、あ、3回した。うん、年越しアップルパイもした。姉さんなんか言ってます。あ、バッテリーがない。早っ。やだやな。うわ、大変だ。大変だ。じゃあ、ここで歌います。お。てん。ててててん。
てんてっててってんたーたーなんだっけあれよくわかんないよてりーそうだよ違う違うてりーはまた違うみたいな感じあおやすみ、うん、あーえー、えー、えー、おやすみあおやすみなさいてんてててて、はい、でんてててててみよーんって言ってますよね本当に、はい、ヨーカドーで言ってました。誰がヨーカドーヨーカドーでじゃあ言ってるよね、じゃあ言ってるよそれは、うん、ヨーカドーです。あとよくわかんないですけどペロも走って逃げてったよ、ね、びっくりして。あ、ペロご飯食べるか。でも、まあ、ご飯はもう見てください。ペロ最近、うん、ああやってゴミ袋朝のマイブームなんですよ。やばいね、うん、めっちゃ漁ってるこう見るとなんか可愛い、可愛いっすよね、あの短足なんだなってやめろなんでペロがオナティッシュ見つけたぞ。リサのオナティッシュを。オナティッシュですかね今の。絶対そうかもしれないな。絶対そうです。そういうことをしたところ。そういった時ティッシュ出さない派なんですけどね。うん。よし、年越しそば食ったぞ。はい。ということで。いえ。ということで。皆さん YouTube もこれから、はい、頑張りますので、イエーイ、また見て見に来てね。何度もお邪魔しました、ありがとうございますご飯あげながら、ご飯あげながらね、もう飛び回ってんじゃねえかよ。すごいんすよ。すごいね、はい、はい、ということで、皆さんどうもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あげめこてろー、お泊り会楽しみたいと思います。ここからやばいっすよ、まだまだこれからだぜ。日は伸びる。あーし、寝るぞもう寝るぞ、寝るのか寝るのか寝ちゃうぞおいし、じゃあリサちゃんもう今年もよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いいたします。年明けね、みなこは11日から新宿のニューア…あ、違う、え？ライブシアター栗橋だし、でリサが、はい、1月の21日から、はい、新宿ニューアートに、はい、あの復帰なんで半年以上ぶりだよね。やばいっすね。おー楽しいね、プルプルしてんだろうな、プルプル遊び行こう、怖えなということで皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。配信お付き合いありがとうね、バイバーイ、うん、バイバーイ。こんなカリカリで踊れ、踊れんの、カリカリだなお前本当に。やばいっすか。いや可愛い。あ、ペロが映ってきた。はい、皆さんどうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ペロが。